子供の水筒が壊れてしまいました。ここのロックの部分が壊れてしまって蓋を閉じることができません。これを修理してみようと思います。このロックの部分に針金をかけて固定する方法を試してみたいと思います。ここにロックピンのようなものがありますので、まずこれが抜けないかどうか確認してみようと思います。最近は100円ショップなんかでも売っている時計工具です。切断します。密閉性に不安はありますが、実用して使えるかどうか試してみたいと思います。